表は摂氏35度ございました。もう少し涼んでいらっしゃった方がいいと思います。今のお見立てって話もね、面白い話でね、もうやってて大好きな話ですね、私もね。忘れてできませんけど。でも楽屋で聞きながら笑っちゃいますね。聞いて面白いのと自分がやってた時の面白かったなっていう思いがこう蘇ってきてね、実におかしいですね。これといったお話はないんです。そんなに期待しないでください。7月は毎年もうそうなんですが、7月に入った途端に、北海道へ行く、帯広で約1週間過ごすという、別に秘書に行くわけじゃないんですが、毎年決まった仕事がもうありまして、それが終わると間髪を入れずというぐらいに長崎へ行く。長崎は3日4日なんですが、今年は1箇所増えたために1週間ぐらいになりました。帯広はね、寒くて、でも向こうの人は暑い暑いって言ってましたよ。もう暑くて動きにならないって言うんですよ。私は寒くてね、ストーブ入れてもらいましたね。だからところによって違うもんですな。それで東京へ帰って、1日1泊東京にいたしまして、といったって自分家ですけど。それから長崎、長崎はもう梅雨が明けておりまして、その暑いのなんのっても口も聞けないぐらいですが、そう、何の話をしようとしたかというと、長崎に何年か前に、好きなカステラ屋さんを見つけて、まあそこのを毎年、求めに行くのが楽しみになってるんですがね、今年も行ってきましたよ。今年はまたね、一段と出来が良かったっすな。カステラは買って冷蔵庫に入れる人が多いですが、皆さんも多分そうやっておいでになるでしょう。何でも冷蔵庫に入れりゃいいと思ってる世の中ですからね。でもカステラはですね、やっぱり美味しく食べたい。もちろん美味しいものを買ってきて美味しく食べたい。買ってきたばっかりでも美味しいんですけど、今日おいでの方、どうぞカステラはどこのメーカーのカステラでも冷蔵庫には入れないでください。そのまんま常温で、ほったらかしてください。そんなこと言ったらすぐダメになっちゃうじゃないって思うかもしれない。でもダメになったら捨ててください。おいしいものを冷蔵庫に入れて味を落として、いつまでもチビ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 食ってるような、そういうせこいことはしないようにお願いしますよ。いつの間にかもはや私はですね、塩でもなければ蜂蜜でもないカステラでございますね、私は。カステラはね、あれはほら、スポンジケーキのような形してるから、
あれは洋菓子屋だろうと思うと違う。洋菓子屋でカステラは作れない。それだけの歴史と腕がない。洋菓子なんてね、変なものはもう簡単なもんなんですよ。カステラは大変ですよ。カステラを作って売ってる人でさえあんだけ差があるんですから。長崎にはカステラを売ってる店がたくさんあります。何も文明堂や福沢屋やあれからなんだっけ、というようなのではないないそういうのばっかりじゃない。私が見つけたのも、あそこでカステラなんか売ってんのっていう店でしたから。他のお菓子では有名なお菓子屋さんだった。でそれは傍らカステラを焼いてるという、カステラ焼いてるところを見せてもらいましたがね、そうですね、戦後のパン屋つったってそんなこと覚えてる人いませんよね。じゃあこの話やめましょう。つまりですね、幅一間くらいかな。で高さが私の背よりは高いくらいのパン屋敷みたいなかまどって言いますかね、鉄製です、それは。の中にこうガチャンと蓋を開けて、それで、素材をこう四角いマスの中に入れたものをこうやって焼くんですけど、きっと文明堂や福沢屋さんの大手のところはそういうものがダーッといっぱいあってうわーっていくんでしょう。そこはそうじゃない。釜に1段しか入れない。つまり1日に1回しかやらない。だから少ししかできない。そうですね、通りかかった人が買おうと思っても買えないっていうことも往々にしてある。だからといってそこに、並んで買うというほどのこともない。ほどのこともないっていうのは並んで買うほど売ってないというようなとこでしょうかね。でもちろん早くから品切れの時もあるし、夕方頃まで残ってる時もあるという。で私はね、ちょうど今頃の季節ですよ、そこの和菓子屋さんのウィンドウに、あちらはお盆用のなんて言うんでしょうかね、新古細工みたいな、それから打ち抜きのお菓子みたいな、落雁みたいな、そこにいろいろ細かく彩りをして一つ一つ色をつけたものを組み合わせてとか、もう芸の細かい、お菓子でも、それはね食べるんじゃなくてね、まあ食べてもいいのかもしれませんけど、仏様にお供えする。で精霊流しっていうのがあそこにありますね。その精霊流しのそのお船に乗せて流してやるためのものらしいんですけど、まあ綺麗だと思って、で、それをカメラにパチパチ収めてた。そしたら店の中から用事の先にこんなのくっつけて、一ついかがですかっていただいた。それでうっていうことだったんですよ。まあそういうことが、それもただブラ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 歩いてた時にふっとそうやって何かの出会いで見つけたものってのは何か嬉しいもんですね。長崎へ行ったら、福沢屋のってそれはまあ普通はそう思うでしょうけど、別に福沢屋を悪く言うわけじゃないんですよ。美味しいんですよ福沢屋さんも。でもね、そいっちゃなんですけどね、違うんだな。そこは店の名前は言いませんよ。言ったら今度私が言ったと買えなくなっちゃうんですからね。大体私はね、ここいいなと思ったとかね、人に言わないですよ。言わない。で特にもうこういう大勢の前では特に言わない。高田の馬場にね、美味しいとんかつ屋さんがありましてね、そこのことも言わなかったんですよ。もう口が裂けても言わなかった。でも美味しいとんかつ屋があるって話は、小出しにしてましたね。それがですよ、やっぱり来てるお客さんの中で見つけちゃった人がいるんですね。それでなんか団中とかそういうところでとっても嫌がってましたけど、ちょっとだけ乗せたんです。んじゃあってんで妥協してちょっとだけ乗せた。それでおやってこう人が見るようになった。
そのうち、インターネットの中に何かあるらしいんですよ。困ったもんですね、インターネットってのは。あれは困ったもんだよ。もう本当にね、世の中に暇なやつが多いもんだからね、出歩かねえでこんなとここんなになってね。だから見ろ、今もう世の中全部陰気だよ。そんなもの見る暇あったら表歩けっつうの。それはね、歩いたってね、なかなか何か犬吠かれたじゃないけど、なかなか当たるもんじゃないんですよ。でもまあそこで何があったかっていうと、その中であれは何て言うんですか、コンテストコンペティションっていうんですかね、どこが一番うまいかとかっていう、そういうまたとんかつがどこが一番うまいかっていう、そういう何かねあるらしいんですよ。その中で投票とかそういうのが、そこで困ったことにね、そこがあっという間に一等賞になっちゃったんですよ、全国で。そうしたらね、もう私行けなくなっちゃったもん。入ろうと思って表へ並んでんですよ。俺並んで食うくらい悔しいことはないですからね。なんか表へ並んで食ってるっていうのはね、戦後の配給を思い出してね。戦後ね、パン一斤だって買うのに大変だったんですよ。で、食券とか米の通帳とか持って、それで、パン一斤買いに行くんです、パン屋に。そうするとそこにずらーって並んでてね、並んでる人はね、何か自分がそのなんて、少なくとも勝利者には思えない。俺は敗者だなっていう、敗者の中から選ばれて、あなたは敗者の中の敗者だみたいなね。チョコレートこんなの一つ買うのに、小島屋製菓とかそういうところ、近所の話ですけど。並んだんですよ、中にピーナッツの入ってるね、進駐軍払い下げの、チョコレートとかそれ買うのに、暑いところを30分も40分も行列って並んで、だから行列って並んでんの見るとね、惨めでしょうがない。それ知らねえからみんなね、喜んで惨めになってますけどね。で、その全国で一等賞になったために、そこの店は雰囲気もとても変わってしまいました。忙しくなってよかったですねってそこの主人に言ったら、もう返事もしませんでしたね。とても不機嫌でしたよ。そこはね、もう陰気にやってるのが好きなんです、そこは。主人も神さんも陰気なんですよ。クラシック音楽が好きでね、それで店が暇な時はね、大音響でクラシックになってんですよ。とんかつと全然合わない。まあそういうのが面白くて行ってたんですけどね。何の話かというと、つまりカステラです。もう一遍申し上げます。これを言いに来たんです、今日は。冷蔵庫の中にカステラはしまってはいけません。常温で放り出しといて、そうですね、放り出しといて常温でですよ、この容器で結構です。1週間10日と申し上げときましょうかね。その頃になるとね、非常に熟成されておいしい、本当においしいですよ。弁償しろと言われても困りますわね。かなり責任を持って。それはどうしてかっていうとね、やっぱり糖分が多いから腐らないんですよ。でもしまいには、そうですね、3週間ほっといたらば少し青カビみたいなもんが浮いてきたり。でもね、一番おいしいのは2週間でしょうかね。2週間を超えるか超えないかっていう時にですね、そこがね、楽しみなんですよ。お願いしますよ、皆さん。熟成されてくるとですね、そのカステラの断面にこう粉の部分と、それから蜜の部分と、それからっていう何かいろんな層ができたりしてね、
で口の中に入るとその層ごとにいろんな味が変化して口の中で味わえる。これが醍醐味ですね。食ってうまいねっつって全部同じような味がするっていうのはね、これはまだまだ素人がやることですね。だから卵かけご飯もなんですね、卵かけて醤油かけて、それで丼の中でカーッてミキサーでかけましたみたいにして、でドゥルドゥルドゥルってうまいねって、それはまだ素人よ。そうじゃないの、卵は卵、ご飯はご飯だけね、中には卵が全然絡んでない、ご飯だけ、あるいはそのご飯だけのところに卵も絡ないで醤油だけがちょっとかかってる、そういうところを食べながら口の中でその、変化をして喉を越していく、この幸せってのはないんですね。それをまあ料理とこう言うんですね。だってそうでしょ、料理なんかさ、うまいまずいってのはその食感とか喉越しとかそういうことでしょ。じゃあうまいんだからってんで、このうな丼はおいしいやつって、うな丼をミキサーにかけてドルドルにしてですね、さあお上がんなさいって言って、それズルズルって飲んでおいしいって言えますか。そういうもんじゃないんだよ、それを言ってんです私はね。暑いからね。だから今日は何にも話すことないって言ったんですよ。そんなね、話すことなんかね、しょっちゅうないんですよ。あんないつもうちの駐車場にホームレスが住んでるわけね。そういうことがあったってことなんですよ。毎年毎年英会話習いにアメリカに行くわけじゃないしね。あんなものは20年前に行って、もうそれ行ったっきりですよ。でその後分かったことは、ああいう言葉はあの国の方にお任せをすればいいということがはっきり分かった。ということはどういうことかっていうと、私は日本語を大事にして日本の暮らしを楽しみましょうっていうことが、外国へ行って英語をやったためにそれがはっきりしたっていうことなんですよ。あんなものね、何年やったって分からしない、あんな言葉。ですからね、お話はないんです。あ、そういえばね、そうこれはちょっとお話しなきゃいけない。これはね、今じゃなきゃ話できないからね。何日前でしたかね、今月ですよね、帯広にいた時に見たのかな、あちらは北海道新聞の一面に出てました。他の新聞も見た、朝日にも一面に出てました。他の新聞も、大きい新聞と言われるとか全部一面に出てました。一面に出るほどの記事かって思ったのが、私の印象にしっかり残ったところです。それは、ダビング10始まるっていうようなことですかね。ダビング10がとうとう認可されて、今日から明日から売られるようになったっていう話なんですよ。ダビング10ご存知ですか。知らなくたっていいんですよ、こんなものは。つまりね、こういうことなんですよ。デジタルで放送したものをデジタルで録画できるようにはなってます、今。で録画はできるんですけど、それをダビングはできないんです。デジタルで放送したものをデジタルで撮る、それを自分で見ることはできる。え、見なかったの、それじゃあダビングしてやろうかって、これができない。それでおしまいなんです。もうそこで、その先は行かないようにちゃんと放送する側も機械の方でもちゃんとそうやって作ってお約束をしている。それは著作権を侵害しないようにという、なんですね。それがですね、そういうことやると売れねえってんですよ、機械を売る会社が。なんとかしてくれって言うんです。それで揉めてたんです。どこと揉めてたかっていうと、著作権協会っていうとこと揉めてたと言った方がいいでしょうかね。それは際限なくダビングして、同じような映画がパッパッパッパ、そうすると海賊版とか言って、いっぱいあるでしょ、そういうのが。
でそれだと最初作り出した方が保護されない、たまらねえよこれじゃっていうので、ダビングはできるけど、ダビングじゃない、放送されたものを録画することはできるけどダビングができないっていうシステムで来たのが、泣きが入っちゃった、売れねえってんですよ、うん、でとうとうダビング10、10回まではダビングしてもいいっていうことになったんです。それが一面の記事に出る、各紙の表に出るようなことなんですか、これがどうもわからない、何なんですかそれ、そんな一面の記事じゃなくて三面の一番隅の方にちょこっとでいいじゃないですか、何なんですかそれは、うさんくさい新聞社もグルになってるとしか思えない。つまりね、今その DVD、 DVD を買うと、昔は DVD っていうのは DVD の白い板の上に放送したものをこういうふうにするっていう機械だったのが、中にどんな形だか知りませんけどハードディスクというものが入ってて、その中に取り込んで、そっからこれにできると。で1回だけはこれにできるんです、今までも2回目からもうできないんです。それがダビング10というのはどういうことかっていうと、10枚まではこれが作れますよっていうことなんですよ。つまりこの機械が10台あったら100枚作れますよっていうことなんですよ。100台あったら1000枚作れますよっていうことなんですよ。まあそれは置いといても、皆さんそれを買っといてダビング10だよし買おうっていう気になるんでしょうかね。何言ってんだろう俺は。何なんですかそのダビング10ってな。なぜ10枚なんですか。いや私だってね、撮っといた放送でいい番組だったよ、あれはねドキュメントかなんかで、ね、でもデジタルで放送してるとそれは人に渡すことはできない、それはまあ放送局にも著作権があるから仕方がないと言えば仕方がないかもしれない、悔しいなって思うことはあります。そうするとダビングしないでその自分が撮ったやつをその人に貸すんですね。でも貸すっていうのはそれ傷つけたりなくなされたりから、貸したことや返すことを忘れたらそれっきりなくなっちゃうわけですよ。それは悔しいから、ああもうちょっとダビングできたらな、だからあと2枚か3枚できたらいいなと思うけど10枚はいらない。それでね、それでそのダビング展始まるってんですよ。で、北京オリンピックに向け、夏の商戦始まるなんてね新聞に書いたんですよ。始まったんですか本当に。よくわからないなあいうことが。それよりもっとね、もっと皆さんがね、あっってもっと身近に感じることですよ。2011年の7月何日からか、今まで皆さんが見てるテレビはアナログ放送って言うんですけど、アナログ放送はなくなってデジタル放送だけになると、皆さんが持ってるテレビは映らなくなると、それをご存知ですかなんつって、ほらこれ名前知らねえんだよ。でもよく名前を見るよね。韓国語がうまかったりなんかするなんとかっていうタレントがね、ご存知ですかなんてね。まあ別にね、あいつに恨みはないけどね、言いたいね、ここで一言言いたい、地デジか、地デジになるって、地上がデジタルになる。デジタルになるとどうなるか、とってもね綺麗に映ります。知り合いのとこでやってますけど、こんな大きな画面でね映してるのにね、うちのテレビよりうんと細かく映るんですよ。それって地デジだってんです。
つまりね、地デジにすると本当にそれはね、よく見えるんです。もう極人なんかね、シワの一本一本まで、ね、くっきり見えるんですよ。そんなテレビ欲しいんですか皆さん。でも何やってるかは分かるんですよ、うん、まあでもそれはいいです。それはよく見えるようになって情報が増えて、それは結構です。私もよく見える方が実は好きです。でもです、大問題はそこで打ち切りますと、声張り上げることはないね。打ち切りますから、皆さんご存知ですかって言うんですよ。我々はついコマーシャルっていうか放送が始まった頃は、あ、そうなんだ、あとどのくらいあるんだろうって、私も指折り勘定して、まだ大丈夫かなとか、いつ頃うちのテレビはダメになるかなとか、買い替える時期がうまく合えばいいんだかなとかって、私も思ったんです。ということはもうあのテレビでやってることを私は受け入れてるわけです。でもこの頃になって、間近になってきて、ちょっと待てよおい、あれ一種の脅迫じゃねえかって思う。綺麗に映ること結構です。今度買うテレビはどうぞそのテレビで、それも結構だけど、今まで持ってたものが見えるのにもう映らなくなりますというのは何事だっていうのが、これが私がこの頃腹が立ってることです。私はじゃあ今度の選挙に渡る。いや本当にね、そこだけですよ。よく映るの結構だけど、それはね、なんかね、そうするとね、電波を使う帯域っていうんでしょうかね、がデジタルにするとね、うんと狭くなって、余って、この余ったものでまた誰かが金儲けができるらしいんですよ。そういうことだと思います。だから犠牲になってここで打ち切るから、見えるテレビは見えなくなると、こういうんです。冗談じゃねえやったら、その代わりにアダプターがありますと。アダプターをつければ、今までと同じような放送が見られるって言うんですよ。今までと同じような放送を見るのにアダプターどうするんですかと。国民全員、全テレビ台数に配れって言うんです。ならば買えてんでしょ、それ。結局は売るやつの、いつも売るやつや、もう上からものを言うことしか、本当に暮らす人のための味方にならないね。もうそこがね、やっぱりだんだん、なんで腹が立つのかと思ったら、そうなんですよ。もし皆さんそう思ったら、多分私の今言ってることは、ちょっと時間が短いから、なかなか一人一人説得してる時間はないけど。いや私はね、それでもいいと思うよ。でもテレビでやってんだからいいんじゃないですかとかって、テレビでやってると正しいと思っちゃうっていうことがもう違うっていうことは、もう皆さんいくらなんでもお分かりでございましょう。だとしたらば、あいつは間違えてます。いや、あいつじゃない、あいつはいい、あいつはただ銭もらってあの放送をやってるだけですから、いやしいだけですよあれはね。そうじゃないんだよ。つまりご存知ですか、終わりますって脅しにかけてるわけです。誰がやってるんですか。結局メーカーじゃないですか。メーカーってのは名前はっきりとは言いませんけど、あれとかあれとか、それからね、頭にシャなんてつくとかとかさ、それからパッパッパナなんとかとかさ、それからソとかさ、いや他にもいっぱいありますよ、いっぱいありますよ。つまりそういうとこが売れないから何とかしてくれってんですよ。何とかしてくれってのは何ですか。それはそれ、何で動くんですか。そうすると政府、官僚、そういうふうになるわけでしょ。とどうですかね、お願いしますよなんて、そういうこれは何のことか分かります、分からないですか。じゃなければこのたもととかさ、だからこれなんかそういうことがね、あると思うんですよね。それで我々はそんなこと知らないで、こういうこと、今度そうなるんだってさ、困ったねなんて、もうすっかりその手の内に乗っちゃってるわけよ。
冗談じゃないよ本当に。我々の取る手は一つだけです。その日が来ても買わない。テレビは見ない。そしたらどうします？そうしたら今度あのシャッとかパッとかシャッとかっていうのが今度がまた慌てるんですよ。それじゃ売れないよってことなんですよ。ほらもういい。それ以上言ってるとね、もうそろそろ終わりの時間じゃないですか。今日はね、前の人が一生懸命やったんでね、時間が伸びちゃったんですって。の早い話は、私はね、短くやる日なんです、今日は。いつもは違うんですよ。前の人たちが短くなっちゃったんで、一つ長くやってくださいって上がるときに言われるんですよ。それで長くやるんですよ。だから別に前が短くなくても、今日は普通に言ってますので、あとどうぞあとお好きなようにって言われて、結局長くやるんですよ。長くやりゃいいってもんじゃねえんだよ。本当にそれは思うね。芸はね、短い方がいいよ。人の聞いててそう思うもん俺。いつまでやってんだろうね。短くてね、いい芸を聞いたときは本当に気持ちがいいですよ。昨日ね、夜青山のボディ&ソウルっていうライブハウスで、沖縄の寄せ山澄子っていう人のライブを聞きに来ました。あんな長くね、聞きながらね、そう思いましたよ。とても良かった、とても良かったけどね、曲の合間につい漏らす一言、芸は短い方がいい。だってね、歌はどう長くたって5分はないんですよ。これから心を入れ替えますので、どうぞ。そろそろ涼しくなりましたかね。どうでしょう、表は。大変よ、皆さんを暑い日中に送り出したくないばかりに涼風が吹くのを待ちながら、もうそろそろいいかな。昔から十人寄れば気は十色なんてことを言いますね。十人寄るってえと気は十色、百人寄れば百色、千人寄れば千色ってな具合に、よく双子が同じ顔をしてますなんて、まあ、分からん、同じ顔はしてない、よく似てるけど違う顔をしてる。親が見ればどっちが姉さんどっちが妹すぐ分かります。親が分からない時には当人同士が分かりますから。どっか違うんですね。もし電車の中に乗ってて、釣り革かなんか捕まりながら、隣の人に足踏まれて、いてんのやろう、なんだって人の足を踏んだくんでしょう。え、何やろ、俺と同じ顔してやん。今俺の足を踏んだのは俺かな、なんて言うの。やっぱり顔がみんな違ってるからよろしいんですね。気象でもそうです。いろんな人がいますね。よくほら、あの人変わってんねなんていうこと言いますよね。変わり者だからなんて。でもみんなそうは言うけれども、言った人が実は人からはあの人は変わり者だと言われてることに誰も気がつかない。はっきり言いましょう、
今日ここに集まった方全員変わり者です。まともな人は一人もいない。違うからいいんですよ。この中に俺だけはまともだという人がいたらちょっと手を挙げていただきます。どうまともか私がお話をしてみようと思います。みんな違ってるからいいんですね。長所もあれば短所もある。で短いところを長い人が、埋めてやる。じゃあ長所はって言うとその人全部長所かって言うとそうじゃないでしょ。やっぱり短所があるわけですよ。人間はなんか使い道があるんじゃないですかね。友達なんかでもね、長く付き合ってる友達というのは自分と同じような性分かなと思うとそうでもない。案外まるっきり正反対でいてね、同じような性分だと仲が良くなりそうなんですが、飽きちまうんでしょうか、反発し合うってんですか、しまいには大喧嘩になるってなことに、よくなりがちでございます。皆さんのお友達もどうでしょう。長く付き合ってる友達のことちょっと思い浮かべてみてください。どっかで似てんだけど本当は違うよねとか、よくお前たちは仲良く付き合ってるよねとかって言われるような人たちがかえって妙に仲良く付き合ってる。我々話の方でもごく気の長いものと短いものがまるっきり正反対でいて、それでいて兄弟同様に付き合ってるなんて話もございます。おい、誰だい、その飛ぶ頃のどっから面出したり引っ込めたりしてよ、目まぐるしいよ。ヘルならヘル、ケールならケール、どっちかにしたらどうだ。おい、誰だよ、おい、目まぐるしいってんだよ。あ、分かった、あ、長さんだろ、え、長さんだろ、今ちらっと見えたよ。おめえじゃなきゃそんな真似しねえんだよ。変ね変ね、もう身元は割れたんだからよ。おい、言ってんだけどしょう、よう入れよ、へーれ。いたね、いたねじゃねえ、さっきからこっち目が合ってんじゃねえかよ。終わり終わり、入ったらよ、上がったらどうだよ。え、わがりわがりよ、上がったらぼんやり吸ったってねえで、座ったらどうだよ、お座りお座り。こんにちは。今頃になった挨拶してる。なんか用があってきたのか。え、どんな用だ、なんだよ、なんか用か。別に用というほどの用じゃねえんだけどもさ、俺ね、ゆんべ夜中に起きて驚いちゃった。なんだ、火事か。火事じゃねえんだよ、しょんべんがしたいと思ってさ、便所行ってしょんべんをして、さあ手を洗おうかなと思って、雨どい手をかけて開けてみて、おめえの目玉ほらもうくらしちゃったね。なんで、泥棒が。泥棒じゃねえんだよ。つまりそのなんだね、早い話がちっとも早かねえじゃねえかよ。おい、一体どうしたってんだよ。
それがおめえさ、空を見るとね、空中が明るいんだよ。雲がね、びっしり張り詰めてるんだよ。それでいて、その雲がね、妙に明るいんだよ。あれ？なんだろう。こりゃ、この調子でいくと、明日は雨かな？と思ったら、今朝は雨が降ったろ。この野郎、おめえ何かおい、今朝の雨を昨日のしょんべんから言わなきゃいけないの？お前ぐらい気の投げやつはねえな、本当に。おめえの話聞いてるとムカ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 してくんだよ。いやおめえの気性俺はよく知ってるんだな。おちょうどいいとこ来たな。持ち菓子が残ってるんだ。目持ち菓子だよ。ええ口めなよ。食わないの？今持ち歩いてるよ持ち菓子。食うの？食わねえの？いやどうなの？早いとこしねえかよ。早いとこいただくよ。そう前のようにね、そばについてて、足元から鳥が立つような具合に、ガミ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 せかれたってしょうがないの。食べ物ぐらい落ち着いて食べさせなよ。身にも皮にもならねえ。分かった分かった。頬張れ頬張れ。おい、えどうだおい、目だろ。まだ食べてない。世話しないね。
前歌詞だこの野郎一つの歌詞をペチャクチャペチャクチャいつまで食ってんだ、こっち貸してやるよ、こんなもん、こうやって口も見んのこれな、これでいいじゃねえかわかったよ、大使さんは気が短いぐらいだから、私のやることなどまどろこしくて見ていられねえってやつだよフッ面白いね大使さんは気が短い、私は気が長い、これで性分というものは（笑）おかしなもんだ。子供の自分からの友達で、それでいて、いまだに喧嘩一つしたこともないってんだからね。あやしないよ合わないよお前とは、いつまでそんなこと言ってんだ、こっち見ろこっちを、こういう時にはこっちからお迎え日で行くんだ、お迎え、何してやんだろうな、じれっておめえの見てると本当にむっか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 に、お迎え日お迎え日ってのはこっちからこういう具合にやっとらんよお前、何してんだてめえの、もった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 ってお迎え日って、こういう具合にできねえかな。わかったよ。けっ、そのくらいのことはさ、やれちゃ。俺だってできないことはないよ。ついた。指名にはひっぱたくぞこの野郎皿の中で石玉がポコ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 踊ろうとするんじゃねえんだ、こういうものは一服したらポンと叩くんだ、いつまでも済まないの、一服したらポンと、一服したら、本当になんてやつだてめえってやつだ（笑）こういう具合にやっておらんよお前、俺なんだよ
ちょいと急ぐときには避難所つけねえうちはたいちゃうんだ、ほら。短七さんは気が短いぐらいだから、人から何かものを教わるなんてのは嫌いだろうね。お、嫌いだよ、てっくりだ、ほら。私が教えてもか。おめえは別だよ、おめえガキの自分から友達だもん。何かあったら言ってくれよ。その代わり俺だってお前のこと言うよ、言ってんだろ、こうやってお互いっ子なんだからよ。いいじゃねえかよ、なんかあんのかい。え、言ってごらん、なんだい。本当に言っても怒らねえか。おう、怒らないね。なんだい、言ってごらん。なんだか怒りそうな顔。怒らないって言ってたろ、ほら。怒らないよ、俺は。何？なんだよ、5畳だから言ってくれ、どうしたってんだよ。じゃあ話をするけどさ、さっきお前がタバコを吸ってさ、2服目の火玉を威勢よくパーンと叩いたやつが、そのタバコ分入らねえで、左のたもとの袖口からうまく中にスポーンって飛び込んで、おやおやおやと思っていると、こっから気分が出て、おや、いいのかなと思って見ているうちに、今だいぶ燃え出したようだが、あら、ことによったら消した方が。ちょ、どうもさっきから気なくせえ変な匂いがすると思って、こんな大きな穴が開いちゃったじゃねえかよ。こういうことはことによらなくたって消した方がいいんだ、消した方が。これバイラー、それみね、そんなに怒るじゃねえか。だから押せねえ方がよかった。またいっぱいお運びをいただきまして誠にありがとうございます。世の中にはいろんな商売がありまして、今そうですね、世の中が多様化してきましたから、今何か面白い商売あるかね、この世の中でって、なかなかこれってないもんですね。これは NHK の昨日ですか、テレビの予告編か何かで見たんですが、今ほらカード時代でしょ、クレジットカードってんで何でも先取りにして物が買える、そのために払えなくなってそれを売っ払っちまう、それを買い取る商売っていうのがあるってことをね聞きました。これが結構いい商売になってる。ですから案外リサイクルやってんですか、
昔流に言えば古道具屋、まあ、古道具屋とはちょっと違うんですが、古くまではならない古道具屋、まだ十分使える、ただ飾るだけじゃない、そういうそのいわゆるリサイクル屋ってのが、多いんだそうですね。中にはまたあの、駅やなんかのゴミ箱に手突っ込んで週刊誌だとか新聞だとかそういうものをさらってきてね、あのなんかさらいちゃんとかなんとかっていうんだそうですけどね、それ並べて売るなんて商売があるんだそうですね。物を何でも粗末にいたしますから、今はそういう商売が成り立つのかも分かりませんが、ですから いろんな商売ってのはありますね。昔は、猫の飲みを取るなんていう商売がありました。猫の飲み取りましょう、猫の飲み取りますよ、猫の飲み、猫の飲み取りましょう、一匹一匹捕まえてきてこう毛を分けてプチプチ潰すのかと思ったらそうじゃないんですね。狼の毛皮ってのを持ってまして、飲みの好きな匂いらしいですね、あの狼の毛皮ってのは。で狼の毛皮にくるんで日向にじっと座ってるんですね。通った人は何だろうなと思いますけれども、とりあえず座ってるんです、しばらく。そうするってと、狼の毛皮にみんなの身が移った頃見計らっといて、カッパラかなんか持ってってポン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 って叩く。そうするってと、の身が驚いてパラパラっと落ちる。お足をいただく。いい商売です。耳の掃除をしましょう、なんて。耳の掃除をしましょう。掃除屋さん、頼みたいね。どういうふうになってんの？上中下とはありますよ。上中下、やり方が違う。やり方同じですよ。やり方同じですけどね、お道具がちょっと違う。上ってのは何？耳かきの先が金になってましてね。おお、いいね。中は銀ですね。下は釘の頭です。なんてそんなもんでやられたしには耳めちゃめちゃになっちゃう。喧嘩指南所なんての昔はあったそうです。へい、喧嘩を教えるってのは産むか、せやろだ。なんだこの野郎、いきなり人の家に入ってきて産むかとは何だ。第一、俺は教えるとなれば師匠だぞ。その師匠に向かって産むって言い草があるか。ええよ、師匠だ。あう、教わると決まるら師匠か知らねえが、今様子見に来ただけで、教わるかどうか分からんしねえのによ、師匠も減ってくるまるよ、師匠。とぼけたよってやんとかね、やる、どてっぱらけぶって、そこめ風通すから、その横にくすってる野郎。待ちなさい。お前さんが仕込めば物になるかもしれないので、くだらねえ商売が世の中にあったもんですよ。おい、ちょいと付き合ってくんねえかな。何？いや、何言ってよ、ちょっと付き合ってくれよ。なんだよ。だからさ、ちょっと友達なんだから。やだよ、おめえはね、そのね、友達なんだからとか、友達があるのねえのって言い出すってとろくなことはしねえんだ。え、なんで、何に付き合うの？あのちょっとね、実は今日から俺お稽古始めようかと思って。お稽古？また始まりやがったよ。お前はね、あっちのお稽古こっちのお稽古って一つだってまともに続いたことねえじゃねえか。大地、おめえのお稽古に付き合って俺はどのぐらいね嫌な思いをしてるかわからないよ。この前だってそうじゃねえか。ん？歌の稽古をするから付き合ってくれ。友達芸のあるとこ見せてくれとかなんとかって言うからしょうがねえよ、お前。友達芸のあるとこ見せてやろうと思ってくっついてったよ。そしたらおめえ俺の目の前でもってお嬢さんによ断られてたじゃねえか。おっさんが三味線テーンとつけて、お前がはーって言った途端に、あ、すいません、お引き取りを願います。お前口をとんがらなくて、どうして、あっち何も言ってませんよ、ただはーだけじゃないですか、どうしてお断りなんですって言ったら、おっさんが、え、もう長年聞いててわかります、あなたのような方がお稽古においでになってるってと、知らないうちに他のお子さん方がみんな調子外れになりますから、人を助けると思って、お稽古をお引き取りを願います。え、
おめえ頼まれてたじゃん。うん、そうそう。だからあの時は俺は心よくよ。うん。人を助けた。何言ってやんだよ。そればかりじゃねえ。その後おめえ踊りのお稽古だってんだ。ああ、浴衣ざらいかなんかあるから見に来いっておめえそう言ったろ。言ったよ。また友達の家がねえとかなんとか嫌がっからおめえしょうがねえや。そしたらおめえあの時何やったんだ。カップルかなんかやったんだろ。片足でもってトン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 とおめえ。なあ。俺三つ音がするだろうと思ったらおめえ三つ目のトーンって音の代わりにドサッて音がしちゃう。舞台踏み外しておめえ客席に落ちたろ。お前一番前で握り飯食ってるおばあさんの膝の上ダサッとちゃーっておめえおまんま粒だらけになっておめえばあさんひっくり返っちゃったおめえいけねえやなおめえああいう人の命を脅かす稽古事は。あのねそういうんじゃねえんだよ。あのね今度はねそういうんじゃない。あのね実はねこの先のね新道におめえ気がつかなかったかい。前々からほら空き家があっただろ。あそこでもってよこの前からデイクがトンカントンカン音を立ててやって何ができるのかなと思って俺楽しみにして毎日毎日、通ってたんだよ。そうしたらよやっと昨日できた。町内にまた新しいもんができるってのは嬉しいやな。おつなうちだよ。看板がぶら下がった。あくび至難どころとしてあるんだ。なんだいそのあくび至難どころってね。だからあくびを作るんだ。なんだよあくびって。あの口から出るあくびか。もう取り見えちゃねえか。ケツから出るあくびなんてあるしね。みんな口から出るんだよ。もうおめえわざわざ襲わなくったってよ。低屈すら誰だってああって出るじゃねえか。そりゃそうだよ。低屈すら誰だってああと出るようなものをだよ。わざわざ看板をぶら下げて銭を取って人に教えようってところにね、俺何かそこにね奥の深さがあるんだ。お前は物好きだねおい。よしなよそんなものを教わりに。そんなこと言わねえでさ頼むよ。俺はねわっから聞いたところによるってとね、何でもあくびの稽古ってものはね、茶の湯から出たってんだね。よせよお前第一ね茶の湯から出たものを教わるって面じゃないよお前は。墓場から出たもんでも稽古しろ。よしつまんねえこと言うなよ。頼むよ。おつなうちなんでちょっと行ってみようよ。ね、ちょいとね、前庭かなんかあってね、県人寺書きでもってさ、おつなね、メントリングしかなんかでもって、ね、ほら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 、ここだよ。ね、おつだろ。ね、行きなんだよ。ね、ほら、あくびしなんどころとして、ね、頼み付き合ってくれよ。ね、これがさ、歌だとか踊りだとかってんならこっちも様子は分かってるよ。あくびじゃ分からねえもの。いざって言うと俺は度胸ねえんだからさ頼むよ。ねいいだろ。ねまあまあいいけど、お前は稽古しなくたっていいんだよ。ただついてきてくれるだけでもいい。いいから頼む。ごめんください。こんにちは。ごめんください。はーい。おい誰かいないかな。しょうがないな、こういう時に誰もいないんじゃ取り次ぎができない。今あの取り次ぎの門がおりませんから、どうぞこちらへお入りください。今誰もおりませんからお入りください。おいね、なんか奥が深いだろ。今言ったこと聞いたかい。誰もいねえからお入りくださいってちゃんと声が聞こえるところなんだよ。なんか奥が深いよこれはね。こんにちは。お、どうもこんにちは。今表の看板見て減ってきたんですけど、こちらあくびを教えてくれるってところですか。はいはい、あくびをお教えするのは手前どもでございます。ああそうですか。私あのお稽古逃げてえと思ってそれで減ってきちゃったんですけど。おお、まあそうですか。今取り次ぎの者がおりませんので、何ですが、まあどうぞそこへ、お上がりになってくださいな。お入りください。そちらのお連れさんの方もどうぞこちらへお入りになって、どうぞこちらへ、どうぞどうぞどうぞ、いえこちらへお入りになっちゃってくださいよ。そちらの方、そこあの開けっぱなしておくってと何です。格子のところから首だけ中に突っ込まないように。遠くから見て妙なもんに見えますから。こっちお入りになってください。そちら、あの方お連れさんでしょ。あの方お連れさんでしょ。どうですか。あ、この野郎ですか。俺も別にお連れさんってほどなんじゃありませんよ。
何ですか。一緒に来たんですよ。じゃあお釣りさんじゃありません。お釣りさんですか。おい、ヘルだお前。お釣りさんだってじゃん。お釣りさんなんだからこっちヘルと。よせよお前。お釣りさんだなんだめつまらねえ濡れ衣着せんだ。なんだよ。だって先生がそう言ってっからだよ。いくらこっち来るよ。あの野郎、強情な野郎なんですよ。いや、今ね、こっち引っ張ってきちゃったんですけどね。お稽古するのは足だけで、あの、野郎、それじゃあの、中へ入れさせました。上がらねえんだ、上がらねえんだ。上がれったって、なかなか上がる。じゃあ、お前そこにかけて、あの、あそこにあの、かけて、あの、待たせますから。お稽古は足だけで。ああ、そうですか。はいはい。それでは、どうぞ、お布団を割ってくださいましよ。ああ、これはよく、おいでくださいました。ご町内の方ですか。ああ、そうですか。さようでございますね。これが歌のお稽古だ、おしゃみのお稽古だ、踊りのお稽古だってことになりますてと、手ぬぐいの一本も持って町内中ご挨拶申し上げるところでございますがね、何しろあくびでございますから、そういうご挨拶もせずに、とんだ失礼をいたしました。では早速お稽古にかかることにいたしますが、ところであなたは何ですか。お下地は終わりですか。え、お下地は終わりですか。ええ、そうですね。何しろあれはねって言ったね、寿司取ったって刺身食ったって生臭くていけませんか。いや、下地ってね、お醤油じゃありませんよ。つまりですね、今までどちらかであくびのお稽古なすったことありますか。え、これどっか他でやってるとこあるんですかこれ。いや、すいませんよ、あっしゃね、初めて見てね、ああ珍しいなと思ってね、あっしゃ珍しいもんがあるとついついこう鼻の頭から減ってっちゃう癖があるもんですからね、減ってちゃったんですよ。いや、あっしゃ他の聞いたこともないんですよ。初めてです、初めてです。おー、そうですか。じゃあつまり初心者ということになります。初心者。いや、そんな偉かないんで。いや、別に偉くありませんよ。そうですか。で、あなたは一体どういうあくびのお稽古をなさりたい。どういう、どういう、あれどういうですか。あれどういう、あのどういうって、あのあれじゃないんですか、あくびって。あれ、退屈の時にみんなのあーあってやる、あのあくびじゃねえんですか、こちらのあくびってのは。ああ、あれもあくびでないとは申し上げませんがね、退屈の時に証拠となしに出てくるあくびでございますね。あれはまあ、あくびには違いありませんが、ああいうのはもうほんのダークビで。ダークビと何ですか。世の中にダークビじゃねえあくびってのはあるんですか。手前どもでお稽古をするのは皆身のあるあくびばかりだから。ああ、そうですか。あくびに身があるかねえか、そこのところはよく分かりませんでしたね。まあ一つよろしくお願いします。ああ、そうですか。それではまあ初心の方ですから、いかがでございましょう。手始めに式のあくびというのをご伝授申し上げましょうか。四季のあくびと申しますのは春夏秋冬でございますね。秋のあくびと申しますと、これは名月でございます。名月を前にお団子やすすきや、その他のものをお供えして、名月を見る。その時にこうあくびが出て、つまり涙越しの月ということになりますが、なかなか風流なもんでございます。これは秋のあくびで、冬のあくびと申しますのはこたつでございます。こたつに当たっているうちに、とろーんと眠くなる、むきかけのみかんがこたつの上へこう乗っている、うと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 しかかる、と急にこたつの中から猫が出てきて体を突っ張らかしたかなと思ったらあくびをした。それを見ているうちについこちらもあくびを誘われるという、これは四季のあくびの中でも一番むず、いや、その一番難しいな、一番難しいの勘弁したいよ。一番優しいのを一つお願いしたいんですよ。ああ、
あ、そうですか。まあ、どれもこれも優しい難しいというのはやってみるとさほどのこともないんですが、それではいかがでございましょう。夏のあくびという、これからお稽古いたしましょう。いや、もう、優しくはもうそれお願いしてる。そうですか。まあ、別にね、申し上げたいに優しい難しいというほどのもんじゃないんですが、それではですね、私がやってお見せいたしますんで、どうぞご覧くださいよ。この夏のあくびと申しますのは、これは船遊びでございます。隅田川に船を雇いまして、船頭と差し向かい、隅田川というものは、あちら岸こちら岸と船を上り下りさせますと、うまくその日を避けることができますので、そうですね、守備の松あたりに船をもやいまして、船頭と差し向かい、夏の昼下がり、トローンとしたそんな気だるいかったるい、そんなような夏の日の昼下がり、そこのところを一つお忘れのないようによろしゅうございますね。では私がやってお見せいたします。じゃあ、このまずこのタバコ、タバコ入れから、キセルにタバコを移しましてね、これで火をつけていただくところから始めて、ここらのタバコ本でございますが、船の場合ですと火箱でございますね。そういうおつもりもお忘れのないように、もうちょっとこっちへ引きましょうか、これでゆっくりとタバコをくゆらせていただきます。最前から私の体が揺れるともなく揺れているのにお気づきでございますか。これ船がさざ波にあおられまして揺れているところでございますんで、こういう芸の細かいところをよくご覧ください。セリフでございます。おい船頭さん、船上手やっておくれ。堀から上がって一杯やって、晩には中へでも行って、新造でも買って行きな遊びをしましょうか。船もいいが、一日乗ってると退屈で退屈でならない。難しいですね。これ難しいよ。ほら見たか、おい、難しいだろ。奥が深いってのはこれかよ。ほらなかなかできるもんじゃねえだろ。ほら驚きな。先生、拝見しておりました。とてもいっぺんじゃ思えません。あっしは物覚えが悪いね。もう僕が勘悪いたちなもんでね、あいつにもよく言われるんですよ。おめえは芸の筋がよくねえなんて言われるんですから、すいません、もういっぺん。ああ、そうですか。何度でもそれはおやりいたしますが、大して長いもんじゃございませんので、なるべく早く覚えてくださいまし、よろしゅうございます。これ覚えていただきましたら、あと順に秋冬と参りますから。おい船頭さん、船上手やっておくれ。堀から上がって一杯やって、晩には中へでも行って、新造でも買って行きな遊びをしましょうか。船もいいが、一日乗ってるとで退屈でならない。だんだん難しくなるような、そんな気がするんですがね。今言った通り、あっしは武器な太刀でね、これはね、こんな難しいと思わなかったんですよ。あっしはね、あくびの稽古ってからね、みんな一列に並んでいっぺんに「ああ」って、それでいいのかと思ったんですよ。
こんな難しいとは思いませんでしたね。どうですかね、足にもし向かねえようでしたら今のうちにね引き下がった方がいいような気が。いやいや、皆さんそんなことをおっしゃいますが、案ずるより馬やすしでございます。まあちょっとやってごらんなさいまし。これ私のタバコ入れ、これお貸しします。あ、そうすか、そうすか、あ、そうすか、これで、あ、そうすか、どうだったね、こんな難しいと思わなかったんですよね。第一、明日ね、あくびの稽古にセリフがあるとは思いませんでしたからね。ねえ、こうやって、おお、いいタバコですね、これ。これ安くないでしょ、これ。いや、あっしもね、タバコやるんですよ、タバコやるんですけどね、あっしはこんないいタバコ吸ったことはないですよ。やっぱり違いますね。あ、これうめえや。あ、うまいね、これ。なんていうんですかね、香りが違うっていうのかな、こう丸みがありますね。喉を取る時にズーンとこうなんかこう重みがあるっていうんですかね。足はもう煙ばかり出ちゃってね、ほらんねえ、ほら、ほらんねえ。タバコは一服だ。あ、一服、あ、そうす、すいません。じゃあの今度これでやりますからね、これで一つ、体、あ、そうか、体ね、へへ。うちは盆踊りのお稽古ではございませんので、あくびのお稽古でございますけれど、体の方は揺れるともなく揺れるというような具合に。揺れるともなく揺れる、そういうね難しいことを言われちゃ困るんですよ。あっしは江戸っ子ですからね、職人ですから。あっしはね、揺れるなら揺れる、揺れねえなら揺れねえ、どっちかにしてもらいたいな。あっしはな、揺れるともなく揺れるってのよっちゃんだって。どうしようね、こんなもんで。初日ですから、してこれで勘弁したらってね。そうですか。で、なんていうんですか。おい、船頭さん。あ、あ、船頭作れ。船頭作らと、そういう言葉じゃないんでございますよ。おい、船頭さん、よろしゅうございますか。夏の昼下がり、とろーんとした船遊びでもしようという方ですから、もうごく物持ちの多いような。物持ち多いよってね、どっちか片っぽぶつかったらいいんですかね。用途ましては下げて通ってるんですからね。どうもそういうことは言わっちゃうからな。そうっすか。じゃあ なんですか。おい、おい、船頭さんと、それから、ね、船を上手へやっておくれ。あっすか。船上手へやっておくんねえと。おくんねえとじゃありません。船を上手へやっておくれ。ああ、そうですか。船を上手へ、やっておくれ。それから、これから上がってペイチ引っ掛け。ペイチ引っ掛けって、そういう柄の悪い言葉をお使いにならないように、よろしゅうございますか。大ようなとろーんとした、そこが一番寛容でございますから、お忘れのないように。船から上がって一杯やって、ああ、そうですか。船から上がって一杯やって、で晩には、中へ行って、で心臓でも買って、粋な遊びでも、しようじゃねえかとね。で、船もいいが、一日乗ってると、退屈で、退屈だと、退屈だとね、退屈でしゃねえやとね、退屈でしょうがねえってことについちゃ、そろそろあくびでも始めようじゃねえか。なんてんで、なんですね、と。ため息をついちゃいけませんよ、と。よろしいですか。あなたね、セリフが終わった後に、うまくそこであくびをしようと、そう思っているってところ、あくびって出ません。もう、セリフの言い終わりのあたりから、あくびというものは、おのずと湧き上がる。おのずと湧き上がる。こんな白身みてえなこと言われたってね、おのずと湧き上がるったってね。そうっすか。じゃあ、まあ、とにかく、そうっすか。じゃあ、もう一遍やってみましょう。もう一遍ね。はい。こらんねえ、タバコ。タバコなのね。おい、船頭さん。ね。船上手やって、おくれ。これから上がって一杯やって、で晩に長い行くってと
馴染みの女かなんか出てきやって、お前さんちっとも今度来なかったじゃないか。何してたんだよ。噂によるってとお前さん、他にいい女ができちゃってんだろ。浮気ばっかりしてんだから、本当に私ってものがありながら、行く行ったら誰しないよこの下。ほっぺたこっち私になってんだ。ほっぺた9発つねって言って。なんですよ。そんなセリフはどこにもないじゃありませんか。だってあなたあくびどうしたんですよ、あくびは。ああ、あくび。ねえ。いい加減にしろよ、本当にな。冗談じゃねえ、まったく。おめえたちはいいよ、おめえたちは。てんでに好きなことやってんだから。冗談じゃねえ、本当に。こんなことおめえ、教わる野郎も教わる野郎なら、銭取って教える野郎も教える野郎だよ。何根拠ってやんだよ。船もいいが一日乗ってると退屈で退屈だってやん。何ってやんだよ。船なんかおめえ、渡し船だって満足に乗れねえやつがおめえ、船遊びの料金なんかわかるねえ。おめえたちはいいけどよ。くそ面白くもねえもの。こっちでぼんやり待たされる俺の身になれ。俺の方はよっぽど退屈で退屈でならねえ。お連れさんの方がご器用でいらっしゃる。